ばんは、スロースの道野です。今日はお客様が浴衣でスロースに遊びに来てくれました。どうも、ね、素敵ですね。その何でしたっけ、その紐は。これは腰紐です。腰紐、はい、浴衣の 下に本来あるやつ。それをこうなんかかっこよく、たすき掛け、たすき掛け、はい、たすき掛け、どうやってやるんですか。はい、ね、急にだけど、まあ、適当に、まあ、肩幅ぐらいかな、残しておいて片方加えます。へえ。でやると、まあ、固定ができるんでやりやすいです。で、まくってやって、はあ、でここのところに長い方を通して背中の方に抜きます。で同じように反対側をまくって背中を通します。で、加え取った部分と合わせて、リボン結び。簡単ですよ。難しそう。で、あの長さを揃えたい時は、短い方をぐーっと引っ張ると腰紐なんで調整が簡単に効きます。滑りがいいので。で、リボン結びして、うん、出来上がりです。おー、かっこいい。粋な若旦那ですね。旦那じゃない。ありがとうございました。今日はなんで浴衣で来てくれたんですか。なんとなく。いいですよね。あの特別な日だけじゃなくてね。うん、本来普段着ですもんね。でも理由がないと来てこれないから。年にせっかく持ってるのに年に一度だともったいないのでね。そうですね、着る機会が欲しいなって話をしていて。あ、浴衣ナイトとか やったらどうですか。浴衣ナイトね。皆さんも浴衣着てスロースに遊びに来てください。ではお願いします。また待ってます。